そうか、分かった、犯人はお前だ。違うなそんなコナン的な展開じゃないな。夢を作り出した霊は二人いたのか。二人、え、さっきの廃旅館は人魚が作り出した夢じゃなかったんだ。あ、霊だったら誰でも作り出せるもんな。そうか、人魚がなんかメインキャラやけんって、人魚が作り出したっていう発想になってしまうもんなんじゃ。ちょっと固定概念っていうか先入観っていうかで。どういうこと？人魚が旅館の中をあんなに鮮明に再現できるなんておかしいと思っていたんだ。おそらくあの廃旅館は旅館の関係者であるあのおばあさんの霊が作った夢だったんだ。はあ、そして今別の霊の夢に入った感覚がした。今俺たちはあの人魚が作り出した夢に入った。相手のホームグラウンドだ、ホームグラウンド。そして人魚は廃旅館を夢の入り口にして人々をここに引きずり込んでいたんだ。廃旅館を夢の入り口に。つまり俺らは旅館に来ただけだったらまだ人魚のテリトリーに入ったことじゃなかったんじゃ。じゃああのちらほら見踊った魚みたいな食家の幹部みたいな化け物なんだったんやえ、それなんだった、気になるわ。どういうこと？ん、おそらく人魚は何者かに旅館へ連れてこられた後あの温泉で監禁されたんだ。か、監禁？ちょっとあっとったやんこの先もしかしてなんかあるんじゃないか、儀式とかやりそうやんって。監禁とかもう言葉もう関連性のあるような言葉バンバン出てくるなおいだけど故郷の海から離れたために寿命が短くなって死んだ。それで霊になったってこと？家庭の話だけど昭和31年に旅館の主人は人魚を育ってきたんじゃないか。え？そしてあのおばあさんは主人その行為を黙認していた。だから人魚はおばあさんと主人を恨んでいた。そんなことって。次に人魚の霊は人間に対して復讐しようと考えた。もう人間全員が悪だと命断が、悪いはおばあさんとその主人でしょうが。だからってなんで YouTuber になったんだろう。YouTuber になって人気が上がったら注目度が伸びる、そうして自分の意見も通りやすくなるっていう、そういう本質か。だけど人魚にはあの温泉の光景しか呪いの動画に映し出すことができなかった。なぜなら人魚は水のある場所以外を出歩くことができなかったか。今までは温泉の映像から牧場が特定されることは少なかったんだろう。でもネットが普及した今、動画の情報から場所を特定できるものが現れた。特定中。そして温泉と廃旅館の情報は現代の人々に知れ渡ることになり、赤い糸の歌を聞いた人々は廃旅館の場所を探し、あの温泉までたどり着けるようになってしまった。人魚はあの温泉にたどり着いた人間を自分の夢に引きずり込んでいたんだ。だから現代になって再び失踪者が増え始めたんだ。これがテル君が言おったさ、知らない方がいいこともあるってことかもしれんな。ちょっと場所を知りすぎた、場所を知りすぎたんだ。場所を知らんかったらここまで来んかったし、失踪もせんかったもんな。このまま放っておけばあの歌声によってこれからも人々は引きずり込まれてしまうだろう。どうすればいいの？対処法なんかあるんこれ。動画を削除する？ごめん、今の俺たちにはどうすることもできない。今は引きずり込まれた人たちを探そう。助け出すことしかできんのか。これはとまだ被害者出てきそうな感じやな。わかった。声ライト消したらどんな反応になるかな。もうガチでやめろよってか言うて吐いて押されるかな びっくりしたじゃないだろ。こんな怖いところでさ、電気まで消えたらさ発狂するわ普通
それがびっくりしたで終わるか君。おお、お化け屋敷になれとんかな。よっしゃ、進め。こうなったら人形を這い倒して全員救うぞ。救世主テルじゃ。次の日から崇められるぞ。おわ、また人魚の霊。ふっ、君たちが来ているの待っているよ、奥の方でみたいな感じで見やがってクソ野郎。この状況でさ、テレビとかあったらさ、絶対さ、仮面の音が出てきて、ま、やあマイケルみたいな感じでジグソーが話しかけてくるんだろうな。ずっと道が続いている。ノエさん、俺のそばから離れるなよ。うん。ノエちゃんの好感度が芸的に上がりそうな感じがする。吊り橋効果ってやつが生まれそうな気がする。ここトンネルの中みたい。ここって本当に人魚の夢の中なの？夢って生前の記憶をもとに作られた場所のはずだよね。確かに。じゃあこれはなんだ？人魚はこんな場所にいたの？水とかなさそうな場所なのに。ん？違うよ。恨みによって記憶をねじ曲げたんだ。そんなことできるのか。人魚の目的は引きずり込まれた人々を逃がさないようにすることだよ。ここは迷路のようになっているんだと思う。その迷路みたいになっとるんだと思うところに突っ込んでしまったんが、この二人もう生存確率 5% 以下。迷わないように道を覚えながら進もう。わかった。あ、かん？なんだ？まだ中身入っとる。よう見たら中身入っとるぞこの野郎。人魚の肉？どうしてここにもあるんだ？これって本当に人魚の肉なのかな？やばい、これ人間の肉か？わからないけど、これを食べた誰かがここにいる。食べたって、まず人魚の肉を欲しがって連れてきたんだとしたら、あのおばあさんの主人しか思い浮かばんぞ。ほら、中身が少し出てる。これ誰かの食べ残しなんだよ。一体誰の？それはわからないけど、でもこれを誰かが食べたのなら、ここで生き延びている人がいるかもしれない。生き延びとってもここを過ごすのは残酷やぞ。そうだね。生きている人を探そう、デル君。早く助け出さな。これを食べて生きている人、それって本当に人間なの？怪しい。襲ってくるかもしれんな。助けようとしたら襲ってくるかもしれんな。もう人魚側の人間に立とうかもしれんな。そんなで立ち向かえるんかな。でも私腕っぷしは強いのよ。いや、そんな問題じゃないわ。人魚相手には無理だわ、多分。分岐路？そういう感じ？そういう系のやつ？万が一はぐれてしまった時のために曲がった方向を覚えておこう。帰るときは逆に進めば帰れるよ。いや、それを俺に覚えとけっていうか、それをプレイヤーの君覚えといてねって言いたいんか。それやめろ。俺は記憶力低いんじゃ。だって俺真剣衰弱で3ターン連続で同じカードを引いたことあるもん。どうしよう。俺あれやな、右利きやけん左行きます。一回かい。さっきの道は右だね。戻って進もう。何もないんかい。行き止まりなだけかい。そういう時ってさ、大体さ、その行き止まりの先になんかトラップとか敵とかおってさ、ちょっと時間稼がれるっていうか、ホラーゲームのあれなのに。ノエさん、はじめの分岐路は右だよ。わかった、大丈夫だよ。
ちゃんと覚えとかなあかんところやけんな、これ。生死を問われるから。お、なんだなんだ。ねえ、てるくん。何あれ。なんだ。え。わあ。こんなとこにもおるんじゃ。人魚の夢の方にもおるんじゃ、これ。こいつ。誰かいる。隠れろ。隠れろ。おお。こっちを向いたよ。あの頭。何。頭？あれは、やばい、サイレントヒル感がある。なんか知らんけどサイレントヒル感がある。魚の頭なんじゃ。魚の頭に、人間じゃない。あれも人魚なの？違う。最悪だ。あれはここに引きずり込まれた人たちだ。改造されてる。もうショッカーと大体一緒やん、こんなショッカーのやり口と一緒やん、お前。それが人魚やり方か。人魚に殺されて夢に取り込まれたんだ。どうしたの？ノエさん、気をつけて。あの化け物は人魚が作り出した夢の世界の見張りなんだと思う。見つかったら殺されるかもしれない。わかった。向こうへ行ってみたいだ。今のうちに走り抜けよう。え、もしかしてそれを俺操作するの？やめて。ちょっと自動で動いたりしてくれない？え、見つからないよ。俺が操作するタイプだわ、これ。しかもこれさ、ライトをつけずに進んでくださいってつけたくなる。めっちゃつけたくなる。つけたらどうなるかやってみたくなる。消えてますね。やりたくなるな。ちょっとやりたくなるな。ちょっと電気つけたくなるな。わお。あ、つけれんのかい。つけれんのかい。もうつけれんような設定になったんか、これ。あ、早い。勢い早いね。めっちゃ走ってるね。でも走り方、これ競歩の選手やん、こんな。腕あんまり動かさずに走れるやん、お前ら。変わっとるな、お前ら。あ、また分岐か。え、今度こそ左。道が続いている。右左ってちょっと交互に来るタイプだったかな。え、まだ走る。おっと、右左の順番で進んだから帰るときは左右だよ。そんなに言わんでもさ、ノエちゃん頭良さそうやけんさ、逆におちょくっとんのかお前みたいな感じで思える。忘れないで。大丈夫、それくらいわかるよ。おちょくってんのかお前。いけるんかなこれ。うわー、わあ！いや、キャー！首吊りしたい。これもに魚の頭の。な、何があったんだ。動き出したらせんだろうな。近づいたら動き出したらせんだろうな。でも死んでいるなら横を通り抜けられるよ。いやろ。普通は嫌やろ。てるくん大丈夫だよ。一気走り抜けよう。いけるんこれ。ちょっとセーブしたいな。人魚の肉空き缶セーブしたいな。いけ。あー、怖がせんなよバーガー。いえ、なんで動いたんだ。死後硬直ってやつか。てるくん、扉があるよ。やばい。めっちゃ錆びてますやん。なんだこの部屋。この奥になんかあるんかな。開けてみる。
この奥でもしかして人をあれに変えてしまうよ。行け。たっ、ああああ、やり放題やないか。ああ、死体がこんなに、こんなトラウマレベルじゃないか。は、早く走り抜けよう。あ、ピクピク動きすぎやこいつら。わあ、落ちた。もう近くに寄ったらさ、自動で反応するシステムやめえや。もうタッチ悪いわ、お化け屋敷レベルでタッチ悪いわ。こんなん吊り橋効果生まれるか。テル君のことがかっこよく見えるとか、そういうところじゃないわ。なんじゃこれ。に、日記？何か落ちてる。やたらこういう初期が多いな。初期か。初期じゃなくて初期か。誰の？誰って。まさか、引きずり込まれた人たちの。見てみようよ。引きずり込まれた人たち。なこれ。だって、めえ。ダメだ。暗すぎて読めない。でもライトつけたらやばいだろ。赤いなんちゃらは、彼女の何々。何へ伝わるだろう。彼女へ伝わるだろう。俺は見た。彼女が何、え、男を殺し、え、わからん。ライトつけてみる。やばい。ハイリスク、ハイリターンだ。このことだぞ、お前。え、あた、明かりが漏れないようにすればきっと大丈夫だよ。いや、それ多分大丈夫じゃないと思うんだな、俺そんなに大丈夫じゃないと思うんだな。ライトの周りを手で隠して、いや、これライトつけた瞬間にさ、目の前におるみたいな言うのやめてくださいね。早く読んでしまおう。彼女が助けを呼んでいる。俺を呼ぶ声がする。一刻も早く会いたいのに、あの鱗たちが邪魔をする。だが赤い、あの赤い、ナマコの向こうに彼女の視線を感じる。今すぐ目の前に現れ、見つかってしまいたい感覚に襲われる。そうすればきっと彼女に会えるのだ。何を言ってるんだ。鱗って何。いや、そんなこと言わずに電気消してから言え。それ電気消してから言え。喋るわ、電気消してから言え。赤い眼の向こうに彼女の視線を感じる。彼女って人気のことだよね。そうだね。うつろこの赤いみなもこは彼女の視界。うつろこに見つかれば彼女へ伝わるだろう。俺を見た。彼女が這いずり回ってきて男を殺してしまうところを、そして何よりも恐ろしいのは死んだ彼が起き上がり魚の頭に変わったことだ。ああやってうつろこが増えていくのか。ってことはだ、もう完全に全員の視界情報が人魚に伝わってしまっとんじゃ。でもやっぱりこの魚の頭のやつがもう引きずり込まれた人だったんや。恐ろしい。どんどん仲間が増えていっきょんじゃ。仲間を増やしていっきょんじゃ。これはあの魚の赤いナマコが人魚とつながってるってこと。あの魚の頭をしたやつに見つかったら人魚がやってきて殺されるってことか。でもこれ、死んだら起き上がって魚の頭に変わったって書いてあるよ。人魚は引きずり込まれた人たちを殺して夢の住人鱗に変えているんだ。鱗って読むね、これ。鱗に変わった人たちは殺された後の姿ってことだね。あ、ちょっとノエちゃんの声で読んでもだ。そんなことって。じゃあもう助けれんってことね。これ、恋焦がれ鱗にさまよう意味っ子ということか。脳が魚のものに変わり思考を奪えていくのが分かる。そして俺にも彼女の夢の一つになっていく。ちょっと難しい言葉使いすぎっす。ダメだ、この人も人魚に心を奪えているから自ら鱗になったんだ。自ら鱗に死を望んだってこと。じゃあ、あの首吊り死体は何なの。どうして鱗になった後も死んでいるの。それは分からないよ。分かりたくもない。分かりたくもありませんな。それよりちょっとライトつけ通る時間長かったのしゃべります。大丈夫っすか。テル君、諦めないで。なんでマヤミキができたんだ。石原さとみじゃなくてマヤミキだったのか君は。まだ全員が死んだとは限らないよ。ノエさん、まだ探してみようよ。
生きている人、どこかでまた生きてて助けが来るのを待っている人がいるかもしれないよ。てるくんはそういう人たちのために弓を探して歩いて生きているんでしょ。あなたのお母さんのように。野谷さん、ありがとう。この言葉の中には自分のお父さんは、お父さんと会いたい、お父さん生きててほしいっていう心もこもっとんだろうな。まだ走るんだね、まだ走るんだね。危機は去っていないようだね。いつ何が起きてもおかしくないよ。まあ、なんなら壁が割れてそっから化け物が出てきてもおかしくないよ。本当だよ。あ、次のターンで相手のライフをゼロにできるぞ。へ？何メイフとか出してんの？メイフとかなしやし、ずるずる。負けた。メイフエルフとかなしやし、ずるしずるし。マジにあかんし、アホ、もうないだし。お兄ちゃん早く戻ってこないかな。